下ゆり子です。大橋トリオです。ことに対して私は憧れがあって、言うに言えずに今まで声には出してこなかったんですけど、大橋トリオさんがそのプロデュースしてくださるっていう話があって、そんなお話に断る理由がございませんでした、はい、そもそもそのリリーっていう名前をつけた時に、石田ゆり子っていうその女優業でやってる名前と人格をちょっと分けたかったんです、自分の中で。であまり正直その知られたくなかったっていうかその誰かなってずっと思われるくらいがいいかなと思って、どっかで私が歌をやってるってまだ早いっていうその まだ人に知られるには早いという気持ちがございまして、それを言うのならば十分遅いと思います。面白い面白い。でもあえて始めるっていうことに意味がある。確かに十分遅いですよね。この十分遅い年齢で何か新しいことを始めるっていうことが、なんか自分としてはそのいいなと思ってるんですけど、でもあんまり知られたくないという、だからこそのリリーという、心軽く新しい靴履いて、何も持たずふらりと出かけよう、角曲がれば美味しいコーヒーの店、ちらりと見て会釈して過ぎ去る。今回そのオリジナルの曲4曲を全部歌詞を書くという役目があって、大橋さんから曲がこう送られてくる、曲だけがポンと来るんですけど、それに何も注文がなく、もう自由に歌詞を書いてくださいっていうスタイルだったんですね。それがそのあまりに自由すぎて、うわーどうしよう、いろんな可能性がありすぎて逆に大変だったんですけれど、でも私をそんなに信用してくださってるんだなっていう喜びもありまして、大橋トリオさんに曲を書いてくだいただけるっていうこと自体がもう自分にとってはこう夢のようで、大橋さんがこんな歌詞ダメだって言わないやいいなと思いましたし、そんな言い方も絶対にしません。そんな言い方しない。ダメだと思ってもそんな言い方はしないですけど、もうそれは完全なる信頼を持っているので、その言葉のセンスっていうものは間違いないことがある方だと思うので、うん、それは歌詞においても同じことだろうなっていう。初めて書かれたにしてはすごいそのメロディーへのそのハマりが、収まりがすごい良くて、作詞家としてもやれるんじゃないですかって僕は思ってますけど、なんかねグッとくるところをちゃんと分かってらっしゃる、さすがだなと思いました。すごい、まあ、嬉しいです。正直そのもちろん歌を歌わせていただける喜びはあるんですけど、私は言葉がすごく好きなんですね。でも文章を書くのがずっと好きで、だから作詞でずっとできたらいいなって思ってます。作詞だけを担当する仕事っていうのはちょっと興味がございます。本当、はい、これはその可能性はありますか。ちょっと僕の歌も良ければ、え作詞をお願いしたいな、そんなことをおっしゃるなら、でも締め切り締め切り近い。これは我が優秀なスタッフがですね、
見事に調整してくれるので。あ、そうですか。どっちが向いてるかっていうときっと詞を書く方が向いてるかもしれませんね。え、もしかしたら次からもうお菓子だけになってるかもしれない。